はいえー、今回のシャッターシーケンスはオリンパス o m d e m 5 m III です、えー、OMD シリーズのセンターとなる EM5 の第3世代目となります、えー、オリンパス o m d e m 5 m III は、えー、2019年の10月に発売されました、えー、有効画素数は2037万画素と、えー、先代の m i の1605万画素よりも、えー、かなりアップしてます 画像処理エンジンも TRUEPIC7 から新しい TRUEPIC8 に進化してますまた撮像素子が増面位操作車 AF 対応になったので今までコントラスト AF のみだったのが増面移送車そしてコントラストのハイブリッドタイプとなるハイスピードイメージャー AF へと進化しました撮像素子から AF 周りは上位機種の EM1M2 と同等のスペックとなりました 連射速度の方は最高約10コマ秒とかなり高速ですえ。ということで今回のメニューですが1最も連射速度が速くなる高速連射 H モードそして2高速連射 H モードでの EM5M3 と仙台の EM5M2 との比較そして3電子先膜シャッターでの連射となる低振動連射 L モードこれをご覧いただこうかと思います。 見どころの方は最後の低速連射 L モードが特にユニークなパートとなっております。ということでいつも通りの説明一応入れておきますマウントの左にある LED はリモートレリーズの全押し信号をピックアップしているので LED が点灯した時点からシャッターマークが開くまではおおよそのタイムラグです。 一応その時間表示を下に示してますが 1200fps なので表示しているコマは速度は割り切れないので0.005秒ごとの表示となります時間表示はあっという間ですが最初のシーケンスのみに表示しているのでもし再度見たいって方は巻き戻してみてくださいあくまでも時間の方は参考レベルです えちなみに 1200fps での撮影はえ通常の40倍えつまりえ通常の1秒を40秒に引き伸ばしての撮影となりますえではまず EM5M3 単体でのメカシャッターにおける高速連射 H モードから見ていきます このシャッターシーケンスのシリーズでは、シャッター速度を125分の1秒に揃えているので、連射速度の方は若干遅くなります。約5秒後からシーケンスが始まります。LED が点灯した時点がシャッター前押しタイミングです。 EM5M3 は他の OMD シリーズの機種と同じく下から上への縦走りフォーカルプレーンシャッターです最初はライブビューのためにオープンになっている状態からまず先幕のみが降りてスタンバイ OK その状態から先幕が上がりつつ露光後膜も上がって露光終了となりますその後のシャッターチャージでは後膜と先幕が重なったまま戻ってますね シャッターブレードを動かすアームが向かって右側に見えるようにシャッターの駆動系は向かって右側えつまりグリップとは逆サイド側に収まっていますこの辺りも他の OMD シリーズと同様のようですえじゃあもう一度スローで見てみますまず先幕が折りますここでライブビューが中断されます すぐさま先幕が上がりつつ露光開始、追って後幕が上がりつつ露光終了となります。その後両幕が一緒に戻ってシャッターチャージします。あとは連写であれば先幕が上がって露光というシーケンスを繰り返します。 高速連射時の動作としてはポピュラーなシーケンスだと思いますでは次に先代となる EM5M2 とのメカシャッター高速連射による比較を見ていきます約5秒後からシーケンスが始まります LED が点灯した時点がシャッター全押しタイミングです マーク3の方がちょっとタイムラグ自体は短いかなという感じなんですが、連射速度としてはマーク2の方が少し早いようですね。動作シーケンス自体は両者とも同じに見えます。EM1 マ Mk2 のように戻り動作の時に後膜と先膜の間に隙間が空くようなタイプではないようです。 それからこの撮影ではいつも同じ条件になるように同じプレートを使ってカメラを支えて撮ってるんですが EM−1 マ i i 3は上下に揺れてるのがわかるようにちょっとショックが大きめなのかなという印象です。 M−2 の方はシャッターユニットのクッション機構がついていて黒枠部分がふわふわしているのがわかると思うんですがこれでショックが緩和されているんですが m ク3の方はそのふわふわ感があまり見た目感じられないというかちょっとこの内部のことはわからないんですがどうなんでしょうかね、まあ、電子先幕シャッターもあることだしもしかするとこの m ク3ではクッション機構が省略されてしまっているのかもしれません。 では次に EM5M3 の低振動連射 L モードでのシャッターシーケンスです。他のメーカーでは聞き慣れない言葉ですがオリンパスでいうところの低振動モードは電子先膜シャッターのことでシングルそして低速連射 L モードが用意されています。高速連射がないのはオリンパスでは電子先膜シャッターを名前の通り低振動撮影のためのものと捉えているからです。 なので、高速連射することで、前のシャッターの振動が残っているうちに、次のシャッターが切れてしまえば、振動が残ってしまう。それでは意味がないという理由からだと思います。 電子先膜シャッターの捉え方はメーカーによって様々でその先膜により振動がないことによる低振動性を重視するか先膜がないことによるタイムラグの少なさを重視するかこの2つのメリットがあるわけですがオリンパスは全車を重視しているということになりますでこの低振動連射 L モードですが動きがガラッと変わりますじっくり見ていてくださいこのあと約5秒後からシーケンスが始まります 電子先膜シャッターなのでまず最初後膜が上がって1コマ目が切れるのはわかるんですがその後、シャッターチャージの戻し動作では後膜が下りたあとあるはずの先膜が一切登場しませんえつまりこの低振動連射モードでは先膜は全く動かないモードになります電子先膜シャッターなのでメカの先膜は、まあ、もちろん不要なので動かす必要もないじゃあ止めちゃおうっていう割り切りは非常に合理的ですね Canon の EOS RP のように、後膜のみ搭載の機種であれば、まあ、オリンパスと同じような動きになりますが、カメラ自体に両膜が元々搭載されつつ、不要な時は肩膜を動かさないシャッター膜を制御しているのはオリンパスだけだと思います。いややっぱり合理的ですね。まあ、ここまでシンプルなので、スローで見返す必要もないかなと思いながら、一応スローで見てみましょうかね。じゃあもう一度スローで見てみましょう。 まず見えないんですが電子先膜シャッターが上がって録音開始折ってメカの後膜シャッターが閉じつつ録音終了となりますその後後膜が戻ってシャッターチャージします連射であれば見える動作としては後膜の実が上がるという動作を繰り返します というわけで今回は EM1M3 のシャッターシーケンスをご覧いただきましたご視聴ありがとうございましたよろしければ制作の励みになりますのでチャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします